坂本理恵ママの演歌道スタートです。皆さんお元気ですか？演歌歌手の坂本理恵です。自粛の本当毎日でね、気分が落ち込んでいると思いますけれども、この時間はしばしコロナのことは忘れて最後までお付き合いいただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ママでも夢をということをモットーにですね、演歌歌手とママ業に全力投球をしております。千葉県市川市から紅白歌合戦出場と、そしてですね、文化庁長官を目指して今一生懸命頑張らせていただいております。応援してください。私は市川市在住で、卒業した学校は市川市立塩焼小学校、そして明田中学校を卒業しまして、現在も市川市に在住をしております。幼い頃からですね、民謡で鍛えた喉で一生懸命やらせていただいておりまして、民謡と三味線を習っております。ちょっと一節今日はですね、また自宅から動画を撮って配信をしているんですけれども、ちょっとあんまり大きな声は出せないんですけれども、軽く民謡を歌ってみたいと思います。ちょっと喉を潤して、なんだこらよと、はちょいちょい。はい、民謡をね、一節歌わせていただきました。私もですね、一歩外に出ますと、歌手としてやらせていただいておりますけれども、もうお化粧を取って着物を脱いだら、本当にもうママ業を精一杯やってる毎日でございます。まあ本当にママでもね、夢を追いかけている本当に諦めの悪い女なんですけれども、まあ最近はですね、皆さんどうですか？ほぼほぼ毎日朝昼晩ご飯作り、本当に世界中のママさんお疲れ様でございます。もうね、毎日のご飯作りどうしてます？どうしよう、本当にね、まあ、お買い物も短時間の間にささっと済ませなくてはいけないですしね、まあ自粛で辛いのはママだけじゃありません。家族みんなもう辛いです。だからやっぱり栄養のある美味しいものを食べてもらいたいということで、献立毎日多分悩んでいると思います。でね、そこでね、この間雑誌を読んだんですね。そこに、まあ献立に悩むママさんへということで、もうね、例えば月曜日はお魚で、火曜日はお肉、まあ、例えばハンバーグとかで、水曜日もまたお魚、お魚をちょっとまあ煮魚にしたりとかで、木曜日もお肉、まあ生姜焼きとかですね。で金曜日もまあお魚、お刺身とか鉄火丼とかね、マグロ丼とかみたいに決めて、で土曜日はカレーね、カレーね。でカレーも多分もう毎日同じ、毎週同じカレーだと飽きちゃうから、キノコカレーとかシーフードとかビーフカレー、ポークカレーというふうには変化をつけて、で日曜日はもうテイクアウト、もうお惣菜を買ってくる。今ねすごいテイクアウト、いろんなお店さんがやってらっしゃると思うので、まあ、日曜日はもうテイクアウトみたいにメニューを決めてしまうと、お買い物もしやすいですしね。ああなるほどなと思いました。まあ、皆様も毎日毎日工夫されていると思いますが、ぜひね、何かこういう献立がいいよとかおすすめがありましたら、ぜひ教えてください。で今巷で
インスタ映えすると流行っております。私ね、あのいちご飴作ってみました。ちょっとご覧ください。今日はですね、いちご飴作り、フルーツ飴作りに挑戦してみたいと思います。はい、こんな今日はみかんとキウイ、そしていちごです。まずお鍋にですね、こうやって水飴を作ります。ちょっとうちはですね、黒砂糖を使っているので、黒砂糖を使ったらこんな風なべっこ色になったんですけれども、まず、いちごにこうして串を刺しまして、そしてこうルルルルルンと、わあ綺麗、こんな風に水飴を絡ませて、そしてドボン、氷水に入れます。そうすると固まります。見てください、よいしょ。そしてクッキングシートに置きます。次はキウイ、キウイもこんな風によいしょ入れまして、トトトトトトよいしょ、で氷水につけます。おー、ちょっと飴細工みたいになっちゃう。はい、そしてお次はみかんです。みかんもこんな風に、結構ね、これは素早くやったらいいですね。よし、こんな感じです。そしてクッキングよいしょ、こんな風に出来上がりました。はい、簡単です。じゃあ盛り付けますので少々お待ちください。フルーツ飴完成です。見てください、美味しそう。ちょっと気分が上がりますね。皆さんもよかったらフルーツ飴作ってみてください。簡単です。やけどに注意して作ってくださいね。じゃーん。はい、坂本理恵のいちご飴作りでした。いかがでしたか？あの、意外にですね、こういちご飴っていうとなんか歯にくっつきそう、飴の部分が歯にくっつきそうとかベタベタしそうっていうイメージがね、私もすごくあったんですよ。だけど作ってみて実際食べると飴の部分はカリッとしてます。で、あのいちごの部分はジュワッとこう果汁が溢れる感じで、その水飴の甘さといちごの甘酸っぱさのこのハーモニーがですね、非常にあの美味しかったですので、ぜひね、この期間作っていただけるとすごくね、可愛いですし楽しめると思います。ただやけどには注意して作ってみてください。はい、で、あのここでご案内なんですけれども、あの私坂本理恵ですね、クラウドファンディングをあのやらす2月からねやっております。ぜひあの月々500円からあの私坂本理恵のことをあの支援していただけますので、ぜひこの機会にですね、あの市川市、千葉県市川市でこんな風に活動しているあの歌手がいるということをぜひね覚えていただいて、少しでもあの応援していただけると大変嬉しいです。あのパトロンさんになっていただきますと、あの月々500円という設定ですと、あのオリジナルのステッカーと、あとはこういった動画を配信するときに協力パートナーさんとしてお名前を紹介させていただきます。そしてあの月々1000円の場合はステッカーとオリジナル色紙、そしてこの動画配信のときに協力パートナーさんとしてお名前を紹介させていただきます。そして月々1万円というコースがございまして、こちらはですね、あのリクエストをいただきまして、曲ですね、なんかこの曲を歌ってほしいとか、こういう曲をリクエストしたいっていうのをいただきましたらば、私がですね、その歌を歌っている動画をですねプレゼントさせていただきます。そして月々3万円というコースがございまして、こちらはですね、あなたのために私が坂本理恵が歌います、歌わせていただきますということで、あの30分のスペシャルコンサートをですね、あのプレゼントをさせて、目の前でプレゼントをさせていただくというコースがございます。ですね、あの協力パートナーさんのご紹介をさせていただきます。株式会社マルソク様、
そして株式会社かなえアドバンス様、新たにですね協力パートナーさんになっていただきました。どうもありがとうございます。ぜひ末永く応援よろしくお願いいたします。さあそれではですねエンディングは夢の中へという井上陽水さんの曲をですねちょっとギターで演奏したのが動画がありますのでちょっとそちらを見てください。坂本理恵で夢の中へ。一生懸命頑張って演奏させていただきました。やっぱりねちょっと気候もすごく暖かくなってきて非常にお外に出たいというどっかも遊びに行きたいという気持ちがね多々あると思うんですけれども、私も本当に外に出たい遊びに行きたいっていう、まあもちろんね本当に仕事がしたいというのが一番の気持ちでございます。ですけれどもやはり今はね自粛我慢辛抱する時期だと思いますので、こんな風にですねまた次回も多分自宅から撮った動画を配信をさせていただきます。何か面白いこと、また皆さんがね楽しんでいただけるようなことをちょっと考えてやってまいりたいと思います。次回は5月20日水曜日1時半からの動画配信を予定しております。お便りとかリクエストとかございましたらぜひぜひぜひくださいね。何かお便りとかリクエストあったらぜひこちらの方にメッセージください。よろしくお願いします。坂本理恵ママの演歌道、お付き合いをいただきましてどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひ皆様もですねコロナウイルスに感染しないように気をつけて毎日お過ごしください。私も頑張ります。今日はありがとうございました。またねー。